今日遅かったね。この本を探していたから。いろいろ？怒らないの？いつもならもうとっくに怒るよね。バカな話するなって。ねえ、怒るならはっきり怒ってね。私がここにいることは高雪には負担なのかな。高雪が言ってた遥のお父さんとの話、自分をしっかり持つってこと、高雪が高雪をしっかり持つってことは私とのことを考えてくれるってことじゃなかったのかな。どうして？どうして怒らないの？そうじゃないでしょ？どうしてバカ野郎って怒らないのよ？ふざけたこと言うなって。なんて言わないのよ。はるかのために一生懸命本を探すことはできても、私が待ってるからって急いで帰ってきてはくれないのね。こ
ここも怒るところだったよ。高幸、こういう比べ方嫌いでしょ？今、高幸に、何のために高幸は遥のところに行ってるのって聞いたら、どう答える？義務感だとか、そんな理由を聞きたいんじゃない。何のため？答えられないの？私との将来のためだって言えないのね、やっぱり。最初はそうだって言ったじゃない。付き合い始めた時からそうしようって約束だったじゃない。高幸の複雑な気持ちはわかるわ。私、帰るね。ねえ。全部は持って帰らなくていいよね。そう言ってもらえたことが嬉しいよ。帰る。高幸に答えが出るまで。あのね、信じてもらえないかもしれないけど、私、高幸の気持ちは、わかるんだよ。答えが出たら、電話して。
おはようございます。今日も頑張りましょう。ぼさっとしてんな、やる気なしのヘタレっ子。そんなんだと首だ首、ディストラ星人にでもなっとけ。知るか、空っぽの頭使って考える。
何事ですか？一大事ですか？誰がチンチクリンだ？先輩ですよね。なんですと？まゆまゆには言われたくないさ。あはは、そうですね。あ、それでは私はお客様に説明に行ってまいります。説明？私に聞くなさ。申し訳ありません。チンチクリンなのが暴れてるだけだそうです。なんでさ。わけわからないこと言ってこんなもんのアホ。なんですと。どこが迷惑だ。アホちゃん？感染すると嫌だから奥でサボっとこう。兄さん、なんでさ。あんたがやればいいでしょうが。何すんのよ。お供します。
やつですかえ。てやんで、大した悪人面してやがりますね、旦那。おっと、中に入りやしたぜ。居心地はいかがなものでしょうか。待ってて、まゆまゆ。どうしましょう。わかりました。先輩、誠に申し訳ありませんが、それはできかねます。まあまあ。ごめんなさいって言わせてやる。何よ、こんなん死んでもごめんだ。めっ、うん、悪いぞこいつ企業が。おっとお前なくしゃみですね。何やらすごいことになってそうです。レクサー、強くなるだけよね。とてもまずいことになってるご様子ですが。